入試って基本的に落とすための試験じゃないですか。はい。だからその分かったつもりになってる人を振り落とすための試験なわけですよ、ね。はいはいはい。分かった気になって、あ、やっぱもう俺でも分かるみたいな、うん、で終わりみたいな。そうだね。これめっちゃ多いと思うんですよ。これめちゃめちゃ、まあ、多いと思うんですよ、こういう人。うん、武田塾のこう、なんていうか、こう、特徴っていうか、はい、としてやっぱ勉強のやり方を、うん、教えるっていうところあるじゃないですか。そうなんですよね、武田塾は勉強のやり方がもう一番ですよね、うん、はい、はい、なので、うん、今回その勉強のやり方っていう部分を、はい、せっかくなんでちょっと話していこうかなと。おお、いいですね。あの勉強のやり方基本編ということでやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では続いて、はい、6日0日ペースの場合、はい、つまり復習日がないから日、はい、1日の中で、はい、新しいことやって、うんうん、その場でまた復習しなきゃいけないって話なんですよね。なるほど、まあ、6日0日、うん、6日っていうのはその進める日が6日間で復習が0日ってことですね、うん、その1日の中で、まあ、復習がもう入っちゃってるってことですね、はい、なるほどなるほど、はい、はい、うん、これどういうことなんですか。うん、うん、まあさっき言ったように文章読解系統がここに入るんだけど、はいはいはい、うん、あのそもそも問題だけ解いて解説読まないっていうことは基本その文章読解系統はまずないし、はい、さらに言うと、うん、解説読んだだけでそれ終わりにしたら意味ないんじゃないですか。まあそうですね、最終的に自分で問題見直して解説の内容頭に入ってて、なんていうか自分で解けるようになってないとダメじゃないですか、うんうんうん、そこまでできんならもう復習込みじゃんって話なんですよ。ああ、もう、まあ、そうですよね、はいはい、で、はい、ちょっと詳しく言うと、うん、それを自分よりもできない人、うん、つまり解説読んでも分かんなかった人に説明できるように、うん、自分なりの言葉で言えるようになっているかどうかって超重要ですね、うん、いや、 やっぱ僕も2年間予備校でこの現代文受けたんですけど、うん、やっぱその分かった気になって、あ、やっぱもう俺でも分かるみたいな、うん、で終わりみたいな。そうだね、これめっちゃ多いと思うんですよ、これ、まあ、めちゃめちゃ多いと思うんですよ、こういう人、うん、はい、だけどいざ自分でできると言ったら別の話っていうのは割と全然できないっていう、うん、あるんですよね、はい、絶対いるからね、これ頭回ってる人、うん、はい、はい、自分よりも、はい、その理解が伴ってない人に説明するつもりってどういうことかっていうと、はい、分かってもらえると思って読み込んじゃダメなんですよ、うん、絶対、うんうんうん、要は入試って基本的に落とすための試験じゃないですか、はい、だからその分かったつもりになってる人を、はい、振り落とすための試験なわけですよ、ね、はいはいはい、そうですね、だから希望的観測は基本的に、うん、あの、蹴落とされるパターンじゃないですか、はい、なるほどなるほど、確かに確かに、だから他の人が想定してるよりも手厚くやっていく必要が絶対あると思うんですよ、うんうん、手厚くやるっていうのはそれこそね、あの、はい、学校の先生に説明するつもりでとかだと学校の先生はそれ言ったら分かってくれるじゃんと、うんうん、なんとなく読めば分かるんだから、だけど、はい、全然習ったことない人に説明しても理解してもらえるレベルまでやってれば、うん、それはかなり深くやり込んでることになると思うんですよ。確かに確かに、うん、そうですね、だからそこの差が結構でかいと思います、ね、はい、確かに、はい、まあ、あとはあの英語長文とかだと僕は例えば僕の実体験で言えば、うん、その、まあ、その日に例えば1文とか2文にあって、うん、でその日の夜に僕は読み返したりしてましたけど ね英語長文であれば、うんうん、まあ、覚えなきゃいけない単語とかもありますしね、だからまあその日のうちに復習時間を別にとってやるとでも全然ありかなと思います、うん、だから要するに、復習自体がもう勉強そのものに絡んじゃってるんだよね、長文読解系統っていうのは、うんうんうん、だから復習は絶対込みになるから、はい、まあ、復習日は別にいらないかなっていう。そうですね、まあ、ただ結構忘れちゃいそうだなっていう人とか読解に自信ないなって人は、はい、まあ、別に復習日設けてもいいよと。そうですね、うん、まだ復習日設けるときに注意点なんですけど、うん、あの要は問題の丸暗記したところでね、この問い3は問い、あの答えは B だみたいな、うん、これをや復習日だとつけるとやっちゃう人がいるんで、うんうん、これはあの一番注意してください。そうですね、テストすればいいんでしょって思っちゃってると、そう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 、そのテストの基準はあくまで回答の説明ができるかであって、そうですね、答えが当たるかじゃないっていう点を注意しておこうって話ですね、はい、ですね、はい、はい、以上が6日の勉強法。じゃあ最後にですね、はい、まあ、これが一番特に独学やる人は困ると思うんですけど、うんうんうん、テストってどうやってやればいいのと、7日目、おー、確認ですよ、やり方、はい、それをちょっと説明していきましょうと思いますので、はい、よろしくお願いします。中森先生、はい、あれ、この背景は何ですか。ちょっとね、新企画の、はい、
背景としてですね、新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか。そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、あの、はい、直前期だったりもしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、うん、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となっているのでぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これはね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの1冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります、はい、それはこちらですね、最強のサイトですね、はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル今までのこの動画ですねいろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、本当登録してください。はい、お願いします。で最後で今あのいろんなね質問とか皆さんから来てるのは実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。